音声圧縮あるいはオーディオ圧縮とは、音声ファイルのサイズを削減する目的で設計されたデータ圧縮の一種である。音声圧縮アルゴリズムは、オーディオコーデックとして実装される。ム用データ圧縮アルゴリズムは、音声データには適さず、オリジナルの87%以下に圧縮できることが、ほとんどなく、リアルタイムの再生にも適さない。そのため、 音声向けの可逆圧縮アルゴリズムや非可逆圧縮アルゴリズムが生み出された。非可逆圧縮アルゴリズムは圧縮率が非常に高く、一般の音響機器によく使われている。可逆でも非可逆でも、情報の冗長性を削減するために、不合化手法、パターン認識、線形予測などの手法を駆使して圧縮を行う。音声品質は若干落ちるが、 多くのユーザーはその違いに気づかず、必要なデータ量は大幅に削減される。例えば、1枚のコンパクトディスクで、高品質な音楽データなら1時間しか記録できないが、化逆圧縮すれば2時間分を記録でき、MP3 のような非化逆圧縮なら7時間分の音楽を記録できる。年々記録媒体のコストが低下し、 またインターネットの通信速度も向上しているため、音声ファイルを永久的に保管するための形式として、モンキーズオーディオ、フラック、ショートンなどの簡略圧縮フォーマットがよく使われるようになってきている。特に、レコーディングエンジニアやオーディオマニアが簡略圧縮フォーマットをよく使う。圧縮率は、はブルーレイディスクや HDDVD 向けにドルビートルド。 のような可逆圧縮フォーマットも登場している。音声のすべてのデータを保持しつつ、大幅な圧縮率を達成することは困難である。そもそも、実世界で録音された音声は、非常に複雑で、圧縮技法の一つであるパターンの繰り返しの検出が困難である。画像の場合もコンピュータグラフィックスよりも実世界の写真の方が圧縮しにくいのと同じである。ただし、音声の場合、 コンピュータが生成した音も非常に複雑な波形を含み、多くの圧縮アルゴリズムでは圧縮が難しい。これは音声波形がそのままでは単純化するのが難しく、人間の耳で行われているように周波数領域に変換してやる必要があるためである。また、音声の標本化された値は非常に素早く変化するため、汎用のデータ圧縮アルゴリズムでは音声をうまく、 扱えず、同じバイト列が何度も繰り返されることもほとんどない。マイナス11フィルタによる畳み込みは、スペクトルを若干ホワイトノイズ化する傾向があり、そのため可逆圧縮のエンコーダで利用される。その場合、デコーダが逆の操作を行って、元の信号を復元する。フラック、ショートン、タといったコーデックは、信号の周波数スペクトルを推定するのに、線形予測法を用いる。 エンコーダでは、その予測の逆を行って、周波数スペクトルのピークを小さくすることで、ホワイトのいずかし、デコーダは、線形予測法をそのまま使って、元の信号を再構築する。可逆オーディオコーデックは音質には、問題がないため、有用性は、以下の観点で判断される。データ上の劣化は存在しないが、デコーダの性能などによって、音質の劣化が発生。オーディオマニアの間では、 スーパーオーディオ CD の圧縮を好まない傾向があり、ユニバーサルミュージックの作度 SHM 仕様など、非圧縮にこだわったソフトがリリースされている。圧縮前と各種非可逆圧縮を施した同じ音楽のスペクトログラムの比較。非可逆であるため圧縮前と圧縮後でスペクトルが異なっている。ただし、だからといって音質の低下が判別できるとは限らない。 非可逆音声圧縮は様々な場面で使われている。MP3 プレイヤーやコンピュータのような直接的な利用だけでなく DVD ビデオでの音声圧縮、デジタルテレビでの音声圧縮、インターネット上のストリーミングメディア、衛星ラジオやケーブルラジオなどで使われている。非可逆圧縮は重要でないデータを捨てているため、可逆圧縮よりもはるかに圧縮率が高い。 非可学音声圧縮の開発には、知覚心理学の一部である、音響心理学の成果が応用されているため、知覚不合化の名称で呼ばれる。人間の聴覚は、すべての音声データを認識しているわけではない。多くの非可学圧縮ではまず、知覚されないと思われる音、すなわち、人間の耳には聞こえにくい音を識別し、知覚的上調性を減らす。典型例としては、 高周波数成分や大きな音と同時になっている、小さな音などである。それらの音は正確度を減じて符号化されるか、全く符号化されない。このような、聞こえない音の除去は、ビット数削減効果はそれほど、大きくない。非可逆圧縮での圧縮の大部分は、それとは、相互的なノイズシェーピングという現象によるものである。信号を符号化するビット数を減らすと、S。 n が悪化する。音響心理学に基づいた非可逆圧縮では、このような増大したノイズを知覚されないように、隠す技法が重要である。これは、例えば、高周波数成分に割り当てるビット数を削減することでなされる。そのようにするのは、元の情報に高周波数成分が少ないからではなく、人間の耳が低い周波数しか知覚できないからである。それによって、 ノイズが隠蔽され、知覚されなくなる。知覚モデルに基づく上調性削減でも十分な圧縮率が得られない場合、さらなる非可逆圧縮が必要となる。音源によっては、そうしても音質の低下を感じないこともある。例えば、人間の話し声は音楽よりも圧縮可能である。非可逆圧縮の多くはデータレートを調整、設定可能であり、 さらなる圧縮においても人間の聴覚モデルに基づいて音の重要性を判断して圧縮していく。実際の聴覚モデルは様々で、それぞれ特定の用途に特化している。非可逆圧縮した結果の音質は様々だが、一般に明らかな音質低下はユーザーに敬遠される。非可逆圧縮によってデータは失われ、伸長しても復元できないので、 音声ファイルの保管には好まれないこともある。したがって、普段は非可逆圧縮を使っていても、保管には可逆圧縮を使いたいという場合もある。また、圧縮技術は日々進化しているため、新たな高品質の非可逆圧縮法が登場した場合、その新たな方式で圧縮したファイルを作るには、オリジナルの音声データが必要となる。非可逆圧縮された音声データを新調して、 別の非可逆圧縮方式で圧縮すると、どんどん音質が低下していく。変換領域、編集知覚的に不要な音声信号内の部分を特定するため、多くの非可逆圧縮アルゴリズムでは、時間領域の標本波形を変換領域にコンバートするため、修正理算コサイン変換などを使う。一般に、周波数領域に変換すると、周波数成分ごとに過剰性を考慮して、 ビットが割り当てられる。周波数成分の過剰性は、まずマスキング式位置を計算し、それ未満の音は人間には知覚されないと判断する。マスキング式位置の計算には、最小過剰値と同時マスキングの原理を使い、場合によっては、強時マスキングも利用する。トーラウドネス曲線を使って、各周波数成分の重み付けも行うことがある。 このような脳も含めた人間の聴覚モデルに基づいた現象群を心理音響モデルと呼ぶ。時間領域、編集別の非可逆圧縮方式として、線形予測符号が人間の話し声向きに使われている。この場合、音源を量子化する前にホワイトノイズ化を行う。非可逆圧縮アルゴリズムの性質から、身長と再圧縮を繰り返すたびに音質が低下する。したがって、 編集過程で一時保存する際の方式としては適切でない。一方、リスニングのみの目的で利用する場合には、それなりの音質を保ったまま劇的にファイル容量を削減できる。非可逆オーディオコーデックの有用性は以下の観点で判断される。非可逆圧縮フォーマットは、ストリーミングやリアルタイムでの利用が多い。そのため、データは流れに沿って即座に新調される必要があり。 全データの転送完了後に新調するといった手法は採用できない。オーディオコーデックは必ずしもストリーミング用途に使えるわけではないので、ストリーミング用に設計されたコーデックを選ばなければならない。データのエンコード、デコードに使われる手法によってレーテ天使が異なる。コーデックによっては比較的長い期間のデータを解析して効率を 最適化するため、霊天使が大きくなる。アルゴリズムの本質的な霊天使は重要である。例えば、電話のように、双方向のデータ転送がある場合、遅延が大きくなると、サービス品質に致命的な問題を生じる。圧縮の速度はアルゴリズムが実施する操作の回数に比例するが、霊天使は一部ロックの音声を処理するまでに、解析する、標本数に比例する。 最小ケースでは、0点子は0である。LPC のような時間領域のアルゴリズムも、0点子は小さく、そのために電話でのスピーチ圧縮でよく使われる。MP3 などのアルゴリズムでは、周波数領域の心理音響モデルを実装して、多数の標本を解析するため、0点子は23ミリ秒程度になる。詳細は、音声符号化を参照人間の話し声を対象とする。 音声符号化は音声圧縮の重要なカテゴリーである。人間の耳を禁じした知覚モデルは話し声と音楽では若干異なる。扱わなければならない周波数の範囲が話し声の方が音楽よりずっと狭くて済み波形もそれほど複雑でない。結果として人間の声は低ビットレートで高い音質の符号化が可能である。これは 一般に次のような手法を組み合わせることで実現される。音声符号化の初期のアルゴリズムとして、A、ローアルゴリズムと、μ、ローアルゴリズムがある。音楽鑑賞用途において、非可逆圧縮音声にありがちな音質の劣化を改善するため、デジタル音響機器の一部には、音質保管技術が搭載されている。主に使われているのは失われた。 高周波数音域を疑似的に復元する手法で、原音の通りに復元することは不可能だが、それに近い波形を再現することができる。しかし、品質の低い圧縮で耳障りなノイズが付加された場合などにはほとんど効果がない。各メーカーが独自に実装しており、ソニーのダッシー、ヤマハのミュージックエンハンサー、パイオニアのアドバンスドサウンドレトリバー、 ケンウッドのシュプリームなどがある。デジタルオーディオプレイヤーや AV アンプなどの機器だけでなく、パソコン用の再生ソフトウェアにも同様の技術を搭載した製品がある。ありがとうございます。